暑いね、今日も。暑い。海が黒いな、なんか茶色い。オーバです。オーバランチャンネルへようこそ。今日は火曜日。この前の土曜日に42キロ走をやりまして、そして日曜日は軽く5キロリカバリで走って、で昨日月曜日はランオフ、そして今日火曜日は12キロぐらいジョグをしています。42キロ走というのはね、まあ、2回目でしたけれども、1回目よりやっぱりより走れたなというね、感覚がありますね。ペースもちょこっとだけ速かったのかな。まあでもイージージョグな感じで、そして、まあ、怪我もなく、次の日もね、まあ足はじわーっとね、筋肉痛的な痛みはありましたけれども、特に関節怪我ありませんし、どこも痛いとこありませんでしたので、ゆっくりリカバリージョグで走って、そして昨日はしっかり休んで、今日はですね、まあ、大体キロ5から、まあ、4分半ぐらいまで後半上げようかなといったところなんですけれども、やっぱり42キロ走の大事なところ、まあ、42キロ走に限らず、まあ、ロング走に大事なことは、その日走れたことではなくて、その次の日、そしてその次の次の日、なんだったらその向こう1週間の具合ですよね。まあ、トレーニングとして吸収できていれば、そのままトレーニングは継続して行えるんですけれども、それがトゥーマッチで、そしてトレーニングとして吸収できていなければ、まあやっぱりそこでトレーニングの、としてはね、あまり有効なものではないですよね。そこで休んでしまってね、怪我しちゃったりとか、まあ怪我なくとも、だるい日が続いてね、トレーニングがなかなかできなかったとすれば、継続的にはね、練習できてないということですので、まあそれはそれで問題だと言った中でですね、私はこの直近4週間は400キロをおそらく超えています。ですので距離的にタクプロ曰く、ロング走の距離はまあ、すごくわかりやすく言うと月間走行距離の 10% だいたいそれぐらいが目安ですよということですので、まあ、400キロ走れば40キロいけると。で、まあ、42キロ走するのには、最低400キロは走れれば、まあ、比較的安全にいけるかなと、いったところで、まあ、それはできているのかなと。トレーニング的にもしっかりと吸収することができて、まあ、うまく走れたのかなと。ただ、やっぱりこの、イージージョグ以上の、これ以上のペースを出して走るという自信はまだちょっとありませんね、正直なところ。トレーニングとして吸収できるか、不安です。おそらく、レースを走った後のような疲労感に襲われるんじゃないかな、といったところでですね、ちょっとまだトレーニング足りないなっていうところなんですけれども、カウアイマラソンがあと1週間半、2週間弱ですよね、に迫っていますので、次の42キロ走はカウアイマラソンというところで、コース的にはね、アップダウンの激しい難コースになるんですけれども、そこで 3.5 からサブ、まあ、3時間45分ぐらいを目安に走れたらいいのかなと。この前のね、42キロ走がだいたい3時間45分でキロ5分20秒前後のペースでしたので、まあ、レースになればもうちょっと早く行ってみようかなと。足的にはね、ガシ釣りも全然ありませんでしたし、釣ったりはね全くしなかったんですよ。ですので、それぐらいのペースだったら釣らずに走れるのかなっていうね、自信はちょっとつきましたので、カウアイマラソンで、まあそれプラスアップダウンがね、あった時にどうなのかというところが、まあ心配ですけれども、まあそこはね、頑張って、なんとか釣らずに走り切りたいなと。そこがやっぱり目標ですね。いやー、あと1週間半、カウアイマラソン、楽しみです。もうね、
今週そして来週はボリュームを落としてスピードトレーニングというか、まあ、4分半ぐらいの私が目指している3時間10分のレースペース付近のトレーニングはしますけれども、まあ、それ以上は上げずに怪我だけはしないようにもう本当に休める感じで、やっぱりねテーパリングのポイントといえばボリュームを減らして、まあ、強度はそこまで減らさないと、もしくは保つといったところで、まあ、それをやっていきたいなと思うんですけれども、いやー楽しみですね。どうなるか、また動画作りますので皆さん見ていただければ嬉しいです。この前の42キロ走は上田玲さんのランニングチャンネルを聞きながら走ったんですけれども、だいたいいつもね私ロング走するときは上田玲さんのランニングチャンネルを聞いて、そして安住紳一郎さんの日曜天国、これを聞くんですね。まあ、でもこの前土曜日走ったので日曜日なのでギリギリ日天がね新しいの上がってなくてね、レイさんのランチャンだけ聞いて、あとは無音で走ったんですけれども、音楽を聴きながら走るのなかなか苦手なんですね。なんか BPM に持ってかれるというかケイダンスがねリズムが、ですのでラジオを聴きながら私は走るんですけれども、日天今日聴きながら走ったんですけれども、今週の日天はですねゲストコーナーがなかったのですごく短くてもう終わっちゃったんですよ。だ30分ぐらいで終わっちゃったんでちょっと残念でした。先週は中澤さんが夏休みで安住さん一人だったんですけれども、でも今週は二人いたんですけれどもゲストがいなかったので短かったですね。もし安住紳一郎の日曜天国聞かれている方いましたら教えてください。面白いですよね。大好きです。ということで、あと1週間半頑張ってトレーニングをして川越マラソンに備えたいと思います。引き続き頑張っていきますので応援よろしくお願いします。それではこれからキロ4分半ぐらいまで上げて走って帰ります。それじゃあ。